はい、マスタッピョー、テレキです。ということで、前回のリザルトです。AW モッシュピットのドミネーション。マップはアセンダンス。クラウンチョコのクリップです。グラップル3連休ですね。ということで、今回もクリップオブザウィークスやっていきたいと思います。まずはクラウンテリヤキ。ゴーストドロップゾーン。マップはウォーホーク。2階にいる敵をダブルキルし、ネクストライフです。まず拠点行き、スタブで1、2、さらにスローイングナイフで3、4、クワッドフィードです。続いてクラウン輪廻モダン3の陳列マッチ。マップはターミナル。奥にいる敵にやられて通路行き、リベンジのロングショット。続いてグラウン付きね、ゴーストのドロップゾーン。マップはストライクゾーン。まずスローイングナイフで1、スタブ2、さらにスローイングナイフで3連休です。最後はクラウンサイガー BO2 のドミネーション。マップはメルトダウン。高所へ投げバンクショット。その中で最も良かったと思うクリップに、投票をよろしくお願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイ。